8月30日の調整で、範囲が4部隊分から 4.4 部隊分に拡大されたノーマル蛍光エタンを紹介。軽略は、指揮音の範囲等内で、普遍武力マイナス3、自身より知力が高い敵には、なんと武力マイナス7。効果時間こそ、短めなものの、大抵の号令を上回る低価値で、軽式とは思えない性能。本人ステップも、武力ボック兵で採用しやすいし、今の環境に多い知力がない将には、徳川義宗、犬井大輔、明智光秀、足利義輝、東條義時、平野智盛、徳川家康、今川義元ら、強力なカードたちがおるから、それらへの返しに採用しやすい計略でおすすめしやすいカード。我が策を押し流されるがいいわ。この俺が突進、突進、流派発動。一の方、昔の俺ではない。一の方、キル、なんの、ヘイ、お楽しみはここまでか。策の一端をお見せしようぞ。ここからは私自身の正義に従う。突進、やるよ、一族のために。何人切れるかな。兄より優れた弟は認めねえ。流派発動、二の方、全機解放。
き上げよう。流派発動。三の肩。ワンマンショー、いやジョンマンショーぜよ。兄より優れた弟は認めねえ。わが父を。ゲロゲロゲロ。なんの。へえ。へえ。私はここへと。なんの。へえ。心配すんな。なんともねえから。戦機を出し切って腐らせてしまったものの、天広の武力マイナス7妨害でかろうじて防衛。残り時間が少ないし、受けに回って渾身号令を受けるのが誠好きと思うから。敵陣で時間を使って試合終了に持ち込みたい。ごめんなさい。I'll be back。 ここからは私自身の正義に従う。キル。お楽しみはここまでか。悲しきものよ。死を恐れず運命を乗り越えよ。ご視聴ありがとうございました。